最初の競技に入りたいと思います。最初の競技はこちらです。ローション天国でございます。題してローションカーリング。素晴らしい。中学の時こんな夢見たことあるね。ローションのその滑りやすいという特性を最大限に生かした種目でございます。そう、ローションカーリングとはローションを体中に塗った水着美女30人の上を助走をつけてできるだけ長い距離を滑って進むというもの。果たしてどんな写真が撮れるのか。師匠、あの体に変化を起こさないでくださいね。絶対に結構擦れますんで。私は今でも元気ですから。心配なんです。なんか人線行くかも分かりません。何かを出そうだけど、NG。それじゃあ徳澤の進化していただきます。お願いします。なんで頭から。出ました。伝説の AV 男優。やりましたね。マグナム鶴瓶。それではローションカーリング記念すべき第1投目。さあ師匠、いよいよ運命の時がやってまいりました。準備の方はいかがでしょうか。お前の目的はね。ローションカーリングスタート。何してんの。気を取り直して2投目。では師匠お願いします。いよいよ。師匠何してんの。師匠がっかりですよ。僕向こうで抱えてますから。構いますから。分かった向こう。分かった。怒ってるんですか。怒ってなったらこんな仕事受けへん。ローションカーリング3投目。得意の待つベストアングルまで滑れるか。いくぜ。はい。まさに今あの走り幅跳びの選手がこう空中でこう飛ぶように履くようにね、はい、いやー今のは素晴らしかったです。いやーさすが師匠、写真の方もいいの撮れましたから。では師匠、次の競技いきましょう。またローションだらけの大運動会。続いての競技は、さあ続いての競技は人間玉入れ with ローション。イエーイ。